書に記される知識を求めて。どうも皆さん、モコと申します。でしょ、この前ね、大阪の実家に帰った時に、古い電卓置いてったんですよ。まあ、多分親父のやと思うんですけど、でよく見たらその電卓になんかゲームっていうボタンが書いてあって、電卓にゲームって何かなと思ってちょっと押してみたんですよね。したらなんか数字を消していくインベーダーゲームみたいなのが始まったんですよ。でそれが意外となんかね、シンプルながら面白くて結構ハマってしまったんですよね。でこれ何やろと思って調べた結果、なんかゲーム付き電卓がカシオさんからなんか復活版みたいな話なんか出てるらしいので、今回僕の権力をベチコリと使ってちょっと取り寄せましたんで、はい、やっていこうかなと思います。じゃあ今回やっていくこの電卓ゲーム、こちらですね。はい、まあ、昔のってまあ電池式だったと思うんですけど、この復活版はもう見てもらうと分かると思うんですけど、これ分かる？これ何で動いてるかって言ったら、いわゆるもうソーラーパネルですね。もうソーラーパネルでもう自家発電でもうばっこりもう電気をね、もう自家発電していくっていうめちゃめちゃ有能な、あれなんですよね、電卓なんですよね、こちらね。はい。で、まあ、なんかいろいろあるんですけど、この音符の音とか、ボタンとかちょっと押していくと音が消せたりとか、まあ、なんか結構その、ポチポチポチ押せばなんかもう普通に電卓として使えるんですけど、めちゃめちゃしかも軽い。めちゃめちゃ軽いんですよね。はい。で、まあ、電卓の機能っていうのはみんな知ってると思うので、まあ、早速このゲームっていうボタンをちょっと押していこうと思うんですけど、よいしょ。でこの最初に出てくるこの7000何歩っていう数字が、今までの最高得点、この電卓で出した。で、次に出てくるこの 16-30 っていうのがインベーダーの数と発射回数、まあ、だから発射できる回数に上限があるんですよ。この上にやたらに押してももう弾切れであかんということになります。でちょっとやっていきましょうか。まあ、操作的にはちょっとこれ押したらすぐ始まってしまうんですけど、このエイムってやつポチポチって押して数字合わせて左のミキが出てくる。でこの右のファイヤーってやつを押す。それでもうどんどん右の数字が消えていくと。まあということでね、まあ、せっかくなんで、まあ、どんぐらいのスコアが出せるのかやってみましょう。はい、モコさん、はい、今回は商品があります。商品っすか？何すか商品って？スコア100点につき、はい、うまい棒を1本差し上げます。え、前100点ですか1本？はい。これでもなんでうまい棒なんですか？カシオだけにカシオ。じゃあ早速やっていこうと思います。はい、じゃあいくで。0やな。はい、まず0消してない。これこうね、これこうやって、こういう感じで、コツなんですけど、これね、これ9、後ろにある、後ろの数字に、ま、回り込むと、だから3、後ろに出てきてる、迫ってくる3に対しても打つことができるんで、そういうテクニック。で、これ1、2、3、4、5、もう順番にしかエイムできないから、巻き戻すことができないから、もう先に来た数字をこうやってやっちゃう。あ、はい、今1枚クリアしました。はい、これ790点ね、まずね。7だ。0、0。で、2。よし、あ、ちょっと待って、1、あ、ちょっと待って。このゲームさ、早くなって、なんか、早くなってきてんだけど、ゴーし間に合っていく。待って死んでいく。お子さん、そろそろどうですか？いや、ちょっとハイスコアがね出ないんだよね。ねえだよ。あ、ちょっとこれだけいいっすか？これもうそうあるんで、はい、あげました。5000点、6000点以上出ねえわ。まあね、以上5000点ぐらい出たんで、まあこんなもんやろ。初見プレイしたやな。まあちょうどね、カシオのゲーム電卓 SL880、まあ、やっていったんですけど、正直ちょっとめちゃめちゃハマってしまいました。だからこれ持ってるともう間違いなくね、みんなの学校とか職場でばっこり自慢できるんじゃないかと思います。はい、もうすごい面白かった。ゲームとして熱くなっちゃったし、これということでね、また、次回の動画でお会いしましょう。みんなありがとうな。さよなら。
サラダ味結構好きやねんな。うまい。でも出て持ってかろうかな。